白物替えは、江戸時代の長崎で海外貿易の際に行われた取引方法。双方が用意した商品の金額が一致する数量を交換する物々交換である。白物替えは当初は、ガン売り、荷物替えといい、抵抗貿易制が施行された後の状況を3年に、当選側の単眼によって始まったもので、ただし高の枠外での取引を物々交換によっていった。 これは、抵抗性のために寄港した当選の席戻しの品が多くなり、それらを処分するために、抜け荷が頻発したことも要因の一つであった。元禄八年に始まった、銅白物買いでは、キーと織物、鉱薬、砂糖、皮革、鉱物、漆、銅などを、竿銅や玉銅、金銭と交換した。徳年の開後で当選に対して、 設けられた猶うより、雑物替えでは木の織物、薬物、砂糖、小物などを、当初は俵物、玉堂、芝吹き道と、後に昆布、スルメ、鰹節や同器物、新中製品、薪絵、いまり焼き物、存物などと交換した。当人たちが一番求めたのは、仙生子、深ひれ、干しあわびなどの俵物であった。これらの品は貿易用の代価とするため、 すべて、長崎会所に収めねばならないことになっており、市民総合館の売買は一切禁止されていた。これらをわずかでも買ったり蓄えたりしておくと、抜け荷を企んでいるのではないかと疑われた。道白物買いは、元禄八年八月に、江戸の商人、伏見や、白兵衛が、道の代替弟子として、当選の千五百貫分の席戻し品の取引を、 江戸幕府に1500両の運上を収めることを条件に始められた。この時は幕府は1000巻分の取引を認め、白表へは納付した運上金とは別に375貫の純利益を得た。翌9年には貿易総額5000巻分、運上金1万両で同白物買い貿易が行われ、伏見屋は2万3000両以上の純利益を上げるが、 翌10年は、貿易額が同じ五千貫でありながら、運上金は3万5千両に増額されたため、長崎地下への1万両の配分金もあって、純利益は5千両から諸経費を差し引いた分だけとなった。元禄十年には、前年に、当人をラんだ商売割り方並びに参加費とともに、総勘定の元締めに認じられた長崎町都市寄りの高木彦衛門定金が、 二千貫目の席戻し品を不足した道に代わって、俵物によって買い取ることを、二万両の運上を条件に認められた。これを機に、白物買い会所が設立され、彦コ門は、道白物買いの総指名役を命じられた。元六十一年には、白物買い会所は、長崎会所に解消され、前年に、東蘭貿易層元締めとなった彦コ門が引き続き、元締めを任ぜられた。 この年には彦右衛門は、白物替え運上方を任命され、幕府から役料として縁前八十票を受ける身分となっていた。また、枝の商人である、貴郷や又八、名屋長左衛門、岡又左衛門の三名が、伏見屋に代わって、同白物替え貿易を請け負い、年間一万六千両の運上金を納めることとなった。しかし、大阪商人たちとの取引上のトラブルから、 銅の調達に支障をきたしたため、環状奉行の小木原重秀が、元六十二年一月二十八日に、長崎に巡検して、長崎貿易の利順と、解消運営費用の正確な算出調査をするとともに、輸出用の銅の調達を命じた。鎖国時代長崎貿易史の研究、東通じ会書日録。戦目総合、第十八集。ありがとうございます。